はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。いや、今回のテーマはですね、もうやりたいんですけども、まあ、お金とモラルと時間がないので、できなかったネタっていうのをね、発表していきたいと思います。結構ですね、今から話すことは、なんかまあまあ、なんか頭狂ってることを言うんで、はい。まあちょっとですね、まあ妄想だけですね、妄想だけなら許してあげるみたいな感じで、聞いていただけたらと思います。はい。まずですね、4つあるんですよね。はい。まずですね、これにしましょうか。北アルプスでこう、不倫カップルを探すっていうね。はい。北アルプスぐらいね、あんだけね、いろんなカップルいましたら、間違いなくね、不倫カップルおると思うんですよね。はい。ほんでね、そこでですね、まあまあ言ったら、モザイクかけますんでとか、いやもう、映さないんで、下ばっかり映すんでとかって声を聞かしていきましてね。で、まあなんか、不倫っていうのを嗅ぎ取る匂いがね、すごい人がね、ぶっちゃけ不倫でしょみたいな感じで言って、いやもう映さないんでとかってこう内情を聞くっていうね、これ大丈夫かみたいなギリギリの企画ですね。で、まあまあ言うたら、多分おそらく、奥さんとかなんかね、その旦那さんには山仲間と行くっていう、こうシンプルな理由でね、とか行くと思うんですよ。はい。それあるんちゃうか。それをね、探していろいろ内情を聞くっていうね、下水企画となっております。はい、まあこんな感じでどんどん続けていきます。はい。で、次ですね。あ、これはね、ちょっとね、お金さえやればやっていきたいですね。ジャンダルムで、高級、ジャンダルムとか、ダイキレットとかね、たぶん12時間ぐらいこう、参考に行った後に、なんか聞いたらもう、僕、なんか結構3年か4年ぐらい前かな。ジャンダルム行った時に、これもう、低体温症になりそうで、もヘトヘトになりながら、なんかこの、お二方だけ酸素で、お汁粉を食べたんですよ。そしたらね、もうすっごいね、こう、涙を流すぐらい感動して、もう美味しかったんですよ。タラのね、あれ何レトルかななんかわからないんですけど、この白玉入ったシンプルなお汁粉でも、もうあったかくて涙が出そうな感じだったんですけども、そこでですね、なんかもう今、なんか僕ちょっと聞いた話な、北アルプスってこう、出張シェフっておるらしいですね。この、やっぱり料理の腕も立つし、山も登れるっていうところで、で、かつ機材、専門のね、フライパンかなんかその機材も持っていって、高級食材も持っていって、1日何ぼか5万かわからないですけど、それを言ってでそれで振る舞うっていうサービス、そういうサービスがあるみたいなんでね、それにね、お金さえあれば行ってね、でジャンダルム僕行った時にね、奥方にそのシェフが待ってるわけなんですよ。それね、英語和牛とかね、高級イタリア料理とかね、なんかアワビとか海鮮ですね、高級食材ね、食べるとどうなるかっていうね、あ、まあこれはね、ちょっとできそうできるかもしれないですよね。状況によっては、僕がもっとお金持ちになったらね、これはモラル関係ないですからね。はい、まあ、そういうのもちょっとね、できたらって思いますね。まあ、これも、ところがあれですね。モラルっていうか、お金がないか、できないっていうことですよね。はい。で、次ですね。あ、これしましょうか。はい。北アルプスでね、このテント泊ですね。テント泊でこう、いっぱいおる中でね、カップルにですね、昨日やりましたかって聞くんですね。はい、これ、ゲスすぎますね。はい。もう、でもあれなんですよ。でも、ゲスすぎるって言っても、昨日やりましたかしか言わないんですよね。はい。まあ、これはもう、キャンプ場でもいいですよね。はい。昨日やりましたかって、何がですかって、いや、昨日やりましたかとかでね、永遠昨日やりましたか攻めをするっていうね、これどうしようもね、これ、人によってはこいつとんでもねえこと考えてるなと思われるかもしれないですけどね、そういうね、企画もね、これギリギリアウトですね、っていうのとですね、あと最後ですね、最後ですね、やっぱりね、ジャンダルム行った時にね、ジャンダルムとかど真ん中ですね、こうもう行ったら、ヘリしか行かれへんところでね、こう、デリバリーヘルプスを頼むっていうね、はい。デリバリーヘルプス頼む。こう、途中でこう行った時にね、こう、もうなんか、おー、やべえなって言った時に、もう、ちょっと疲れて、そこでまあ、ビバークするとするじゃないですか。ね、ビバークしたところにね、こう、デリバリーヘルプスを呼ぶんですよね。もう、なんぼかかるかっていう話ですよね。やっぱり、そのね、まずヘリコプターですね。ヘリコプターだいたい150万か200万ぐらいかかるんですか。で、ヘリコプターでそこまで行って、ガーって懸垂加工でね、ジョーが降りてくるんですよね。で、この懸垂加工でジョーが降りてくるのもいいんですけど、ね、そのジョーがですね、またな、懸垂加工、ジョーが懸垂加工できないためですよね。そのバタバタバタで、高所恐怖症じゃなかったりね。まあ、その時点で、まあ、ハードルがあるっていうのとね。で、また可愛く、またそれで僕の好みじゃなかった、これ偉いことですよね。ほんで、ね、僕の好みじゃなかった、そのままチェンジしてバタ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 って書いていってね。また次、懸垂加工できるね。女子がこれバーって行かなかんのね。これね、また偉いことですよね、ほんまね。はい。とんでもないことなんでね、もう、そうですね、そのはしごですね、はしごを降りる女子がね、言いなきゃいけないんで、これまたとんでもない話になってきますよね。はい。あと、だから、
これはね、じゃ天候の条件もありますよね。はい。で、あと、モラルの条件です、ね。こんなことやりだしたら、僕もさ、なんかもう、その山の教会から、何かしらの山の教会から、もう、この、出禁を食らうっていうね、話になりますんでね。だから一応僕はね、口頭でこうやって喋って満足しているだけっていう話になっております。はい。なんちっていうことでね、以上ね、僕がね、やりたくてね、やれなかった、企画となっております。はい。まあ、こんなね、アホなことも言いつつもね、セカンドチャンネルこれからやっていきたいと思いますんで、はい。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。